ですよ。ジワンを取った、そういうことそして東京ドームの名誉を取ったわけですから。いやいやいや、内藤が来ましたよ。内藤哲也がやってきた。お、来たね、来たよ内藤。勝利の余韻に浸ることなく現れたのは内藤哲也。その手にはインターコンチネンタルベルト。年前2018年に 1.4 でやってますからね。この顔合わせ再び。6年前は IWGP をかけながらセミファイナルに降格。2年前は IWGP をかけてメインに立ちました。いずれも内藤は敗れました。内藤はできれば岡田とやりたいと言ってましたよね。なるほどね、うん、これもまたすごいね。最強の王者岡田和親の松本へ内藤哲也やってきた。あ、なんか言うぞ。マイクを持ちました。2年前のドームでのマイク覚えてるか。俺はまた東京ドームのメインイベントに戻ってきたさ。史上初の偉業、そして東京ドームで初めての大合唱、明日岡田を倒した上で実現させてやるぜ、カブロン。カブロンって久々聞いたね。最近全然喋らなかったですからね。そうですね。岡田がインターコンチを指さしています。もちろん岡田の言った言葉は私たちにも耳に残ってますよね、はい、もう一度ドームのメインでやろうぜと。そしてあの時は IWGP 一本をかけての戦いでした。明日は史上初めて日本のベルトをかけて戦う。1.5 伝説作る東京ドーム、お客さんはどちらを押すのか。 IWGP ヘビー級チャンピオンか、それとも IWGP インターコンチネンタルチャンピオンか。このマイクを残して内藤哲也がリングを後にします。ドームの面気持ちよかっただろう、勝ったらもっと気持ちいいぞと言われましたからね、はい、年前にね。あれがもう耳に焼き付いてますよね、内藤の中ではね。さあ岡田のマイクです。本日はたくさんのご来場本当にありがとうございました。内藤さんの前にさ、イブシさん最高に強かったよ、ありがとう。そして
明日のメインイベント岡田和親対内藤哲也。2年前に言ったこと、史上初の偉業、大合唱。そんなことはどうでもいいんだよこの野郎。最強は IWGP ヘビー級チャンピオンのこの俺だ。そして超満員にならなかった。そこ、ちょっとでもこんなにのたくさんお客さん来てくれて、こんだけ熱い IWGP ヘビー級の戦いや皆さんにお見せできて、僕は本当に最高です。ありがとうございました。確かにね、もう言うないもんね、試合ね、はい、素晴らしい、心からの声です、うん、やっぱり志がね、うん、そうですね、どうした岡田。ちょっと涙ぐんどるように見えますね。これ何コールなの。岡田コール、ね、岡田コールですね。4万人の岡田コールです、はい、岡田コールですね。また明日、また明日、最高の新日本プロレスの最強の岡田和親をまた見に来てください。今日は本当にありがとうございました。というわけで明日もここ東京ドームに帰ろうね。防衛おめでとうございます。乾杯。おめでとうございます。おめでとうございます。ありがとうございます。本当にきつい戦いでした。今日の東京ドームで100を、いや120を出したと言ってもいいというぐらいの、本当にいい手にふさわしい対戦相手、イブシコータ最高でした。ただ本当に終わってここに来るまでまだ明日もある、これだけの戦いをしてまだ明日もある、こんな過酷な競技何もないでしょう。本当にこんだけの戦いをやってまた明日ここで防衛戦やりますけども、本当に
僕の中では IWGP の防衛戦だと思ってますんで、2日連続の防衛戦しっかり戦って勝ちたいと思います。そして本当に悔しいのは、ずっと10月から超前にしますと言って東京ドーム超前にするということが叶わなかったので、まあ本当に笑いたい人は笑ってもらってもいいですし、全然バカにしてもらっても全然構いません。でもまたその分のパワーを持って、その悔しさを胸にまた超前に向かっていきたいと思います。本当であればその超満員の次の機会っていうのは来年なんですけども、まあ今年は明日も東京ドームありますんで、明日また超満員2度目の東京ドーム大会にして、またこの IWGP ヘビーのベルトを持ってまたここに来たいと思います。ありがとうございました。じゃあ、大沢さん、すみません。明日の対戦相手、内藤哲也選手に決まりましたけれども、そのことに関して今どのように受け止めているのか聞かせてもらっていいですか。まあでも、まあ、みんなが望んでた戦いができるんじゃないかなと思いますね。まあ、その二冠戦で一番期待されてたカードだと思いますので、その期待に応える戦いをお見せしたいなと思います。ただその内藤さんが言っていたなんか大合唱だとか史上初の偉業だとか、まあ、2年前のどうだとかなんとかと言ってたのは、まあ、その期待には応えることはできないと思いますけど、僕がまた明日も勝ってしっかり大会締めて、まあ2020年も岡田和親の年にしたいなと思います。あの史上初の二冠戦ということにもなってますけれども、インターコンチを取った場合はその時考えるっていうお考えに変わりはないということですか。そうですね、まあ、本当に、まあ、史上初の二冠戦だと言われてますけど、別にインターコンチチャンピオンとタイトルマッチやったこともありますし、まあ、別に、ね、そんなになんか気にすることでも別にそんなにはないんですけど、まあ、今年は2020年2020で令和2年で、まあ、2っていう数字が今年は何か意味があるのかなと思うので、まあ、明日の二冠戦期待してもらってもいいんじゃないかなと思います。あの先ほどご自身も話してましたけども、オリンピックイヤーのこの東京ドーム2連戦という意味で改めて新日本プロレスを代表する IWGP 王者としてどういう戦いを見せたいのか、伝えたいのか、世界に発信していきたいのか、そのあたりの気持ちというのは聞かせてもらっていいですか。やっぱりプロレスで持っているパワーというのを伝えたいですし、まあ、今日この戦いをやって明日もタイトルマッチですよ。そんな過酷な競技はオリンピックにはないですよ。だからこそこうやってオリンピックやプロレスで 1.4、1.5 で大爆発、世界にこの戦いを届けて、東京ってすごいことが起きてるぞと、これはオリンピックも注目しなきゃいけないと、そういうふうにまずプロレスでまず大爆発、まあ、今日はしたと思いますし、明日もしっかりプロレスでプロレスのパワーを世界に届けて東京オリンピックに盛り上げに一役買いたいなと思います。あの10月からおっしゃってた超満員を目指す、今日はあの4万8人という多分人数だと思うんですね。4万は突破しました。でこの数に関して正直どういうふうに捉えていらっしゃるのか。4万人プロレスで集めることができたっていうのは本当に、全然お客さん入ってる時も僕は知ってますし、そこまで来たんだなっていうのはまず1個ありますけど、やっぱり超前にしたかったっていうのは、うん、あるんで、やっ
っぱり4万人で満足してる人もこの新日本プロレス誰もいないと思いますし、やっぱり4万3000人集めて超満員で、やっぱり新日本プロレスすごいな、プロレスすごいなってのを見せたいですね。なんでまた、まあ、それが4万3000人がとりあえずのゴールだと思って、また東京ドーム大会しっかりやってプロレスを盛り上げていきたいですね。その3000人っていうところの後、まあ、伸びしろといいますか、伸ばせる場所があるっていうところが一つのモチベーションということにもつながってますか。そうですね、まあ、3000人って言ってもやっぱり大きな数字ですし、でも今日本当に東京ドーム入場して出てきた景色っていうのは、僕は正直去年の4月のマジソンスクエアガーデンの花道出た時の景色っていうのは最高だなと思いましたけど、東京ドームも負けてないなと、本当に素晴らしい景色見せてもらいましたし、またこれが超満員になればまた素晴らしい景色なんだなと思うんで、それを一つのモチベーションにまた明日からやっていきたいですね。あの最後のリング上のコメントの時にちょっとこう込み上げるものがあるような瞬間があったように思えたんですけども、あの時はこうどんな気持ちだったんですか。やっぱり悔しいですね。応援しましたけど、やっぱり有言実行できなかったというか、だってプロレスのパワーは僕はもっとすごいものだと思ってますし、本当すごいプロレスっていう競技は最高のものだと思ってるんで、まあ、でも本当に入らなかったことによってまだこのプロレスのパワーっていうのを届けていく人が、まあ、別にあと3000人ってわけではないと思いますし、日本にも世界にもたくさんいると思うんで、プロレスの本当楽しさ、素晴らしさっていうのを一人でも多くに届けていきたいですし、そう届けていくって意味ではやっぱりこのベルトがすごい大事になってくると思うんで、しっかり明日も防衛してプロレスでもどん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 知ってもらう旅に出たいと思ってます。あのもう24時間切ってて、明日またタイトルマッチ控えているという非常に過酷な状況ですけれども、チャンスは残されているというか、もう一回東京ドームにプロレスの力を見せつけるチャンスは残されています。はい、そこに関しては改めて貪欲な思いというのはありますか。そうですね、まあ、本当に、まあ、例年通りであれば明日はないわけですから、また来年の東京ドームに向けて頑張るという感じですけども、もう明日もう目の前にありますから、まあ明日向けてというよりも、まあ、今日の戦いを見てもらえたら、明日もうやっぱりプロレスすごいなと思ってもらえると思うんで、それこそ今日見た人は明日またタイトルマッチがあるんだよと言って信じることができないかもしれないですけど、それがプロレスラーですから、しっかり明日に向けて、まあ、今から何かすごいできるってわけでもないと思いますけど、今日の戦いをしっかりお見せすることができたんで、僕はまあ本当に明日の超満員を防衛戦を楽しみにしたいと思います。大変です、ありがとうございました。ありがとうございました。